はい、どうもバサルチビのアマジヌです。本日はですね、やったことない内容についてお話ししようと思っております。皆さんが気になることかもしれないので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。今日の内容としてはですね、なんと日本の柔道についてお話ししようと思ってるんですけど、まあ柔道って日本で作られたものなのに、フランスでなぜ柔道が人気があるのか、あとはなぜフランス人がそこまで柔道に上手いのか、それについて皆さんにお話ししようと思ってますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。フランスの柔道の事情についてと、フランス人は柔道に対してどういう思いをしているのかなどについてお話ししようと思っております。はい、ではまずフランスの柔道の事情についてお話ししようと思ってます。まずはフランスに柔道がどのぐらい人気なのかについてお話ししようと思ってるんですけど、その柔道はですね、まずフランスの方に第二次世界大戦の時からちょっと人気が出始めたんですよね。で、どんどん最近はすごい選手がいっぱいいるので、柔道を始める子供とかもめっちゃ多いんですけど、数で言うとですね、日本と比べて柔道を習っているフランス人が3倍いるんですよ。日本だと柔道をやっている方が大体20万人。めっちゃ多いだよね、一応。20万人がいるんですけど、フランスだと大体60万人が習ってるので、本当にすごい多いと感じました。まずは、まあ、大人と子供を全部含めたら、柔道は今フランスだと6番目で人気な運動になっておりますが、普通に学校にも習う運動になっております。日本とフランスの学校で結構違うところがあって、日本は部活がありますよね、学校で。フランスは部活がなくて、町の部活に参加しないと運動は普通に部活でやらない感じですよね。逆にフランスだと、まあ日本と同じように運動の授業があるんだけど、それ以外はもう運動の部活とか何もないので、柔道は学校でやるって言うんだったら、体育の時に普通に柔道を習うっていうイメージですよ。なので普通に中学校の時とか高校の時とか、まあ柔道を習う期間があって、まあ2、3ヶ月ぐらいなんだけど、体験をして好きだったら別に部活に参加してもいいっていう感じですよね。子供に柔道が一番人気なスポーツになっていて、ずっとサッカーだと思ってたんですけど、実際柔道が一番人気がありますよ。なので大人と子供を含めたら6番なんですけど、子供だけで見ると8歳の子供と比較したら、8歳の子供は 10% 柔道を習っているので、それは一番人気のスポーツになっています、フランス で。それはなぜなのか、子供が自分から柔道をやりたいとかではなくて、親が子供に柔道を習わせたいというイメージです。それも教育の話になりますが、まずは日本だと親と学校の先生から相手を尊重しないといけないとか、使った場所をきれいにするとか、そういう大切なものを教われるんですけど、フランスだとそれはあまり教われなくて、日本人にとってはびっくりしてしまうかもしれないですけど、フランスの学校だとまず掃除をするのは子供じゃなくて、普通に掃除屋さん、親と先生からも、まあ、相手を尊重しないといけないのはもちろん言われるんですけど、日本と比べてはそこまで高いレベルで言われないので、子供が普通に大人に悪口したりとか、あんまり挨拶しないとか、あとすごく目線上で大人に話してしまう子供とか結構いるんですよ。なんで日本人から見るとフランス人の子供って礼儀正しくないっていうイメージがあるかもしれないですね。で、それもフランス人の親が、まあ、そういう問題に気づいてるんですよ。私の子供ってやっぱり他の人と優しくしてほしいとか、部屋が汚いから自分から片付けばいいのにとか、そういう気持ちがよくあります、フランス人の親は。で、逆に柔道を通してその大切な礼儀正しさとか、相手の尊重とか、まあ、社会的に重要なものを柔道から教われるので、フランス人の親が柔道が好きです。あとは自分も守ることができる運動になってます。やっぱりテニスとか、あと乗馬とか、そういう運動するときって自分の守りには使えないんですけど、柔道とか武道をする場合は誰かから襲われたとしても自分を守ることができて、あと他人を守ることができますよね。で、それは結構親に関しては、子供についてはやっぱり心配で、一人にさせてる時何かあったらとか、そういう気持ちが多いので柔道を習わせる人が多い。で、2個目としてはですね、やはりボクシングとか他の運動と比べて、柔道は攻撃的ではない運動なので、怪我もしにくいっていう話ですね。
やっぱりボクシングは自分を守ることができるんですけど、人を怪我させてしまうスポーツになりますが、柔道の場合は普通に倒れるだけの話なので、子供に関しては安全な運動になって親も安心でいられます。なのでまあ一応まとめると、フランス人にとっては柔道がただのスポーツではなくて子供の教育方法になります。それがすごいですよね。もともと日本人の子供が柔道から襲われるものも学校でも襲われるので、ちょっと別々になるんですけど、フランスは本当に柔道を習わないとその礼儀正しさとかはそこまで襲われないので、とても重要な運動になります。で、礼儀正しさは別として、多分日本人の子供もそうだと思うんですけど、柔道をすれば子供の集中力が上がるという研究があって、なのでそのために、まあ、子供に柔道をさせてる親が多いっていう感じですね。で、柔道に関してなんですけど、まあ、大人は別として、一応日本と比べて多分フランス人の方が早めに柔道ができるだと思うんですけど、そのおかげできっと柔道 に強い選手がいっぱいいるとは思います。フランスだと柔道はですね、3歳から柔道を習うことができます。3歳、まだ赤ちゃんですよね。で、日本だとだいたい4歳なんですけど、おすすめは5から6歳って書いてあったんですけど、フランスだとおすすめはだいたい4歳で、3歳から始めることができる。で、それはただの普通の柔道ではなくて赤ちゃん向けの柔道になりますので、まあ、フランスで言われるとベイビー柔道ということで呼ばれてます。ベイビー柔道超かわいいですよね。なんか赤ちゃん柔道みたいななんか見てみたいんだよね、柔道する赤ちゃん、めっちゃかわいい絶対。はい、なので本当にまあもう赤ちゃんの時からその礼儀正しさとかを子供に教われば、その礼儀正しい子供に育つことができるんじゃないのかなっていう思う人が結構多くて、最近どんどん小さい頃から柔道を習わせる人が多い。で、普段はですね、まあ、週1回から2回ぐらいしかやらないんですよ、柔道、町のクラブだとですね。でも結局上手い人だったら普通に3、4回、5回まで普通に参加できる。で、それもちょっとびっくりしたんですけど、フランスだと大体全町に道場一つはあるらしいんです。すごいですよね。で、一番びっくりしたのは、フランスの町に大体一つの道場があって、全国だと5000箇所の道場があるみたいなんですよ、フランスで。本当にまあ自分の子供に柔道とか空手を習わせたいということであれば簡単にできる運動になっておりますので、結構大人気が最近出てます。で、あともう一つの理由としては、結構習ってる人が多い理由としてはですね、簡単にできるものですし、安く始めることができる。それは重要ですよね。やっぱり自分の子供がいて、ちゃんと柔道がしたいみたいなんだけど、何年間やるかわからないのであれば、高いものだったら困りますよね。結構毎年お金かかっちゃうものだと、まあ、安いした方がいいかなって思う人が多くて。で、柔道の場合は調べたところ、全部含めてだいたい1万5千円とか2万円で子供を1年間柔道に習わせることができるから、まあ、安く運動をさせることができる。で、フランスだと黒帯が4万5千人がいるみたいなので、本当に強い人も結構多いんですよ、フランスだと。で、これはまあ一応なぜ柔道はフランスに人気があるのか、あとなぜ柔道をやっている人が多いのかの理由でした。で、今からフランス人は柔道についてどういう思いをしているのかについてお話ししようと思っております。で、まずフランス人に関してなんですけど、まあ、もちろん柔道を習っている人が多い割に、柔道のことも全然知らない人ももちろん多いんですよね。それでも大体オリンピックの時、柔道がテレビでやっている時は実際見る人が結構多いんですよ、柔道のことが全く分かんなくてもですね。で、私の場合も結局柔道が1ヶ月ぐらいしかやったことないので何とも言えないんですけど、私もオリンピックの柔道の競技がテレビでやってる時は普通に見てます。フランス、自分の国が強いって分かってたらなんか見てみたいっていう気持ちもありますし、あとはどのぐらい強いなのか確認したいし、勝利までいけるのかの気持ちも結構強く思います。もちろん自分の国が強いと見たいもですし、ワクワクできますよね、見るのも楽しいと思いますね。で、私の周りも結局柔道をする人がいないんですけど、大体オリンピックの時は柔道のことは結構知ってますし、選手の名前まで普通にみんなは知ってますよ。デリン・リーネルさんとか詳しい人がいます。全然わかんなくても、サッカーの選手より柔道の選手の方が知られてるかもしれないです。
で不思議に思った一点だけがありますが、多分発音の問題で簡単にしたかもしれないんですけど、柔道の服に関してはフランスと日本の呼び方が違うんですよ。日本だと確かに道着って言うんですけど、フランスだと道着は着物って言うんですね。で日本だと着物って柔道だけじゃなくて成人式に着るものとかお正月に着る着物ですよね、結婚式の着物とか。でフランス人にとってはそういう着物がないので、空手と柔道の着物も言うんです。なんで普通にお店に行くとき道着を買いたいって言うんじゃなくて着物を買いたいって言います。結構面白いと思いますし、実際昨日調べるまでは全然わかんなかったんですよ。私もずっと着物着物しか言わなかったんで、初めて道着っていうのも知りました。で実は私も柔道のことはやったことがあるんですよ。で私は柔道と合気道両方を試したことがあります。柔道に関しては、学校で1ヶ月ぐらいは習ったんですけど、あとは部活にも多分4歳の時習ったことがあります。個人の話になるんですけど、小さい頃は乗馬やってたんですけど、その時馬から転んでしまったんですね。でそれは結構トラウマになってしまって、なので柔道と合気道を始めた時結局倒れる時が多いんですけど、私は倒れるのはできなくて、倒れる練習とかをしないといけない時は全然倒れないんですね。全然痛くないって言われても結局なんか何かを骨折とか怪我してしまうとかそういう心配があって全然できない、全然続くことができなくてやめましょう。でもその倒れるところを別として雰囲気的にはですね、柔道と合気道は結構めっちゃ好きだったんですね。やっぱりなんか日本の雰囲気もありますし、畳の環境とか、あと先生も結局日本語で喋ったりとか、落ち着く雰囲気になってて結構好きだった。でその雰囲気に関しては個人的に日本に行った時はお寺の雰囲気にちょっと似てて、なぜかわかんないんだけど、その落ち着いてる雰囲気がめっちゃ好きだったんですね。なのでその倒れる恐怖がなければきっと続いてたかなとは思います。はい、ということでこの動画はこれで終わります。皆さんは逆に柔道を習ったことありますか？もし柔道を習ったことがあればコメント欄にも教えていただければと思います。柔道についての意見やフランスの柔道の意見についてのコメントもお待ちしております。ぜひお願いいたします。ではこのチャンネルにまだ登録されてなければぜひチャンネル登録も忘れずにお願いいたします。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。